ロイヤル劇場。マコちゃん、2月のニューヨーク州司法試験は絶対合格無理だって。また国際弁護士のなんとかっていうやつが意地悪く僕のことディスってくるんだよ。あ、そう。確かに僕は同級生たちがみんな合格した試験に落ちたよ。でもさ、ロイヤルジーニアスでインペリアルクレバーなエリートのこの僕にだって調子が出ない時はあるじゃんさ。でもね、前回と違ってインペリアル新婚カポーでロイヤルセレブリティ新婚生活送ってるから僕一人じゃないからね。マコちゃんのロイヤルサポートもあるし、おかげで仕事と勉強の両立は完璧なんだし、今度の試験は絶対合格するからね、マコちゃん。はあ？あんだって？ロイヤルジーニアスでインペリアルクレバーなエリートはそもそも試験に滑ったりしないんだし、くだらん言い訳なんて絶対にしないと思うんですけど、オンライン試験で調子が出なかったかと、みっともない寝言こいてんなよ、け。それに、前回はうちの全力インペリアルチートがありませんでした？そのせいでダメでしたみたいな話になっちゃってるんだけど、どういうつもりかしらね。そもそもうちに飼われるようになってから、あんたが何か一人で最後までやり抜いて結果出してきたことなんて、ただの一度もないんじゃなくて？仕事と勉強の両立？それが本当だったら今こうなってねえんだわ。だいたいさ、前回も絶対に合格するからって、いや、うちのパパやママの前では合格間違いありませんって言ってたよね。え、言ってたよな、ケイ。いやー、最近さ、うちの5歳の時から愛用していたロイヤルサンドバッグ、さすがになんだかくたびれてきちゃってね。なんていうかこう、メリメリってこの拳食い込ませて、なんていうかこう、粉砕した肋骨が内臓ぶち破るイメージって言えばわかるかな。代わりになる適当なのがなかなか見つかんなくてね。なんかないかね、ケイ。マコちゃんごめん。はいどうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ今日最後のね、ロイヤルゴールドディゲスト話ですけども、最後はね、クムロケイさんの2月のね、このニューヨーク州司法試験のお話をいきましょうか。なんかまた新しくでもないか、この国際弁護士のね、この山中さんっていう方がね、そんなに甘くねえよと、弁護士なめんなよみたいな。まあ当たり前っちゃ当たり前の話なんですけども、そう簡単にはいかねえよとね、弁護士っていうよりも世の中社会をなめてんのかっていう、そういうね、まあ苦言ですかね。苦言でもなんでもないんですけど、当たり前のことをね、当たり前におっしゃってるだけで、まあただまあなんかこうね、ロイヤルゴールドディガーさん的にはね、なんかこういじられてる感があるのかな。みんな分かってくれねえんだよみたいなね、そんなことぼやいてそうですけども、まあなんかこのニューヨーク州のこのね、弁護士資格を持ってらっしゃる、まあ日本人の弁護士の方なんですけども、小室圭さんが働きながら勉強していたとしてもね、決して上司は多めになんか見てくれねえよと。で、まあこの山中さんっていう方なんですけどもね、婚約内定から4年以上の歳月を経て、ようやく入籍した秋篠宮家長女真子さんと小室圭さんがアメリカ・ニューヨークに拠点を移したところが、まあなんか忙しいらしくてね、小室圭さんは7月に受験したニューヨーク州司法試験に不合格で、まあ法律事務所でロークラーク、法務事務員ですかね、として働きながら来年2月に再チャレンジすることになるが、目処はどうなのかとね、絶対合格間違いないみたいなこと言ってたのにね、滑っちゃったもんな。今度はなんつうんだろうね。国内で実務経験を重ねてから渡米し、3度目のチャレンジでニューヨーク州の資格を取得することができた あるベテラン弁護士、これはまあ山中さんってそういう方らしいんですけども、司法試験のね、受験事情などを聞いてみたんだって。まあだからプロに実際聞いてみたと。実際どうなんですかと。ゴールドディガーさんなんかね、自信あるみたいですけど、そんな簡単に取れるんですかと。まあ滑っといて簡単も減ったくれもないんですけども。基礎に不安はないが、浪人生活を1年送る可能性。
基礎に不安はないが、山中さんはこれなんか質問形式一問一答みたいな感じなのかな。山中さんはニューヨーク州ワシントン DC の弁護士資格を取得しています。すごいね。ニューヨーク州司法試験の難易度ってどうなんですか。でそれに対して難易度が高いと言われる日本の試験司法試験とは性質がそもそも異なりますと。法律の勉強をしているアメリカの学生にとっては運転に必要な運転免許のようなもので基礎が問われる試験で、そのためロースクール卒業する5月から試験のある7月までの間に必死に勉強してパスするケースが大半、日本のように何年も司法浪人を続ける人は稀だと。とはいえ英語を母国語としない外国人にとっては簡単な試験ではないと。運転免許試験が全部英語であることを想像すればお分かりいただけると思いますと。つまりちゃんと準備して試験に臨めば、ね、滑るやつの方が少ないっていうことだよね。え、だって自動車運転免許ってそうじゃんね。で、次がね、小室さんが受験した7月の試験の合格率は受験者全体の 78% に対して外国で教育を受けた受験者は 46% ですよと。でそれに対してネイティブとの英語力の差は当然大きいと思います。でもさ、ゴールドディガーさんはだってアメリカ語の論文で大会で優勝してるんだぜ。アメリカ語は堪能なんだろう。今頃その語学の壁みたいなのはちょっと違うんじゃねえの。どっちかが嘘ってことだよな。で、まず外国人は問題を読むスピードが遅く、小論文もアメリカ人の半分も書けないのが普通だと。制限時間はアメリカ人と同じで、また専門用語が分かっても一般的な単語でつまずくケースが出てくる。例えば配管工を意味するプラマーという単語が分からないと問題に詰まってしまうように、他にもアメリカ人であれば誰でも分かる人名、現地の地理感覚がつかめないと解けない問題などつまずきやすいポイントがたくさんありますと。いやだからそれも込みでのチャレンジじゃなかったの。で次、英語力だけでも通らないことがあるんですかと。それに対して外国人が合格できない場合のもう一つの理由がアメリカの法律の基礎が理解できていないケース、語学力の問題だけであれば過去問を繰り返し解くことで対応もできるが、基礎知識は数ヶ月程度の勉強だけで身につけるのは難しいでしょう。またアメリカは州によって法原則が異なってアメリカと日本では概念や発想が違うのでそれを理解するのに苦労する。ただ小室さんはロースクール在学中の3年間で LLM から JD に転籍しているので基礎は身についているはずです。ここもなんかはっきりしないけどね、本当にそれできたんですか。なんか後からなんかね、そういう制度がそもそもないみたいな話も出てきたりしてましたけども、だからまあなんだろう、そこでチートを聞かしてね、無理やりなんか JD、修士課程から博士課程にっていうね、でまあなんかこの卒業もしていないだろうと、で卒業したことにさせてくれみたいなチートも聞かしたんじゃないかとか、なんかいろんな解釈がありますけど、実際どうだったのかいまいちよくわかんないまんまですよね。で次が、日本で司法試験に合格している人と小室さんのようにアメリカで初めて司法試験を受ける人では有利不利というのはありますか。でそれに対してはあると思いますと。アメリカと日本では考えが違いますが、試験勉強という点で感覚は同じ、しかも日本の弁護士は日本の司法試験をパスしているという自負がある。それがあるかないかでは大きいのじゃないでしょうかと。私の場合弁護士として10年ほど実務経験積んでからアメリカのロースクールに入学。外国人の場合1年程度の研修期間を除けば現地で働き続ける人は少なく、箔付けのために現地で司法試験を受ける人も多い。私自身も落ちてもいいという軽い気持ちで1回目を受けました。しかしいざ落ちると悔しくて働きながら勉強し3回目で合格しましたと。まあそもそも10年実務経験があるプロでもね、そんなに簡単な、ね、試験ではないっつうことは分かりますよね。で優秀なロークナークには仕事が殺到すると。で現地法律事務所で働きながらの試験勉強は大変な、どれぐらい大変なんでしょうか。でそれに対して私のクラスメートに英語に流暢な台湾人がいた。小室さん同様ロースクール卒業後の1回目は落ちてロークラークとして働きながら勉強してた。ところが上司から依頼された膨大な判例や文献調査などであまりに仕事が忙しく勉強時間取れず2回目の試験も落ちた。3回目でようやく受かった。働きながら勉強しているからといって上司はそこを多めに見てくれることはない。ロークラークでも優秀な人には仕事がどんどん集まってくるし、無能だと思われると仕事が来ない厳しい世界。忙しい方が評価されていることになり、当然給料も上がる。そのため働きながら受ける人の多くは試験直前休みを取ってまとめて勉強するしかないと。これはなんかちょろっと同じこと言ってると人がいましたよね。
で、じゃあ 山中さんはどうしてたんですか。で、それに対して私はうちで勉強がはかどらないタイプで、平日は仕事終わりにスタバに寄って2、3時間勉強した。スタバで勉強してたんだ。土日は丸1日カフェか図書館で勉強してたが、仕事のことも考えながらだったので大変だったと覚えている。小室さんの場合、カフェで勉強するわけにはいかないと思うんで、なんで？一般人じゃんね。いけるいける、全然いけるでしょ。家以外の勉強場所の確保に苦労しそうですねと。またこれで金使うんだわ。勉強部屋借りるんだわって、家とは別に。へぇー。で、アメリカの試験対策の予備校は、日本のものと随分違うみたいですね。それに対して、アメリカにも司法試験の予備校があるが、日本の予備校ほど細かい受験対策はしてくれない。そのため知らず知らずの間に間違った方法で勉強している可能性もある。何のために通うんだよ、じゃあ。日本人の歴代 LLM 生の間で代々引き継がれる攻略本のようなものがあって、そこにはアメリカと日本の法律の概念の違いなども詳細に記されていて、毎年アップデートされているはず。小室さんが LLM 時代にこれを入手しているかいないかで合格のしやすさも変わるでしょう。友達いなそうだもんな。アメリカは身元保証社会なのでコネは当然。ただし、小室さんについて次の試験は前回落ちた科目だけ受験すればいいので大丈夫とする専門家がいますが、実際どうなんですか。で、これはもうそんなことはないって言ってましたよね。で、これに対しては落ちた科目だけ受験すればいいなどということはありませんと。2回目も3回目も全科目受ける必要がある。しかもこれ誰が言い出してたんだっけ、滑ったとこだけやればいいなんていうなんか適当こいてたやつ誰だったっけな。2回目3回目でも全科目受けなきゃいけないと。しかも2月は7月より合格率が低くなる傾向があって、肌感覚から言っても問題の難易度は変わらないものの、2月は合格者が絞られている印象がある。しかも2月まで時間がなく、私が小室さんの立場なら7月の試験に標準を定めて勉強すると思いますと。もう2月はスキップだ。間に合わねえってさ。で、当然事務所の経営者には7月の試験まで待ってほしいと伝え、了承を得なければいけませんが、私に依頼があれば受験指導して差し上げますだって。あ、家庭教師。ロイヤル家庭教師。2月の試験に再び失敗した場合、勤務先を解雇される可能性は高いんですかと。で、それに対して、それは経営者次第だと思います。ただ仮に3回目まで許されたとしても、そこで不合格なら解雇される可能性は高まると思います。これ2回目の時も言ってたじゃんね。うん。ロースクールから入学まで、ロースクール入学から就職まで日本のプリンセスのフィアンセであるため、小室さんは特別扱いされていると言われてますが、どう思いますか。それに対して、アメリカは身元保証社会、身元の確実性が保証される方が有利になる社会でもあるので、当然コネは通用する。使えるものは何でも使えばいいし、それの何がいけないのかという感覚です。アメリカの大手法律事務所には各国首脳の親類縁者がそれなりにいる。ただしそれが通用するのは入り口まで。ロイヤルファミリーの親戚であればクライアントにアポが取りやすいなどの強みはあるでしょうが、実力がないと評価されれば当然解雇もされる。ただ司法試験に関してはこうした特例は通用しないと思う。実際私が受験した時、不合格者同士が慰め合う中で、ヒラリー・クリントンもワシントン DC の司法試験に落ちているなんて話があったと。まあなんかそういう状況説明だったらしいんですけども、これはもう受けないパターンに行きそうですよね。うん、間に合わねえだって。どう考えても必死こいて勉強してるようには見えないけどもな。うん、まあ一応今までの流れをね、多少なりともご存知の方はもうこんな改めて僕がここで言うまでもなくね、だって多くのね、このコメンテーター、ね、この実際にこの弁護士っていう肩書きを持ってる方も含めてね、うん、ね、このロイヤルゴールドディガーさんの、例えば在学中の成績とかね、まあ論文大会とかなんかそういうこの受賞歴なんかをもとにね、うん、ニューヨーク州司法試験、絶対合格間違いのしみたいなね、合格確実を前提にしてね、この結婚後のアメリカでの生活予想なんかもね、好き放題喋っておりましたが、それがどうでしたか。全く絵に描いた餅だったということが不合格という現実により証明されましたよね。うん。まあアメリカの放送界にもね、この記事のような厳しい実力の世界っていうことは、そんなさ、ね、目指してもいない全くのこのズブの素人、僕みたいな、でも想像できるでしょう。うん。
だから結局ね、このマコさんによって身の丈に合わない課題を処和された、なんかそういう設定になってきてますけども、まあ来年再び困難なチャレンジに立ち向かうことになるわけですけどもね、果たして実力とやらでね、もちろんチート込みですけども乗り越えることができるんでしょうかね。今度はだって試験会場で試験受けることになるんでしょ。まあ僕個人的にはもう無理だと思いますよね。根拠というか理由はまあそうだな、だいたいざっくり3つほどね。まず1つね、もう優秀じゃないことはすでに証明されてるじゃないですかね。2番目、さっきもちょっと言いましたけど、まずね、真剣味というか必死さが全然見受けられませんよね。相変わらず余裕かましてるじゃないですか。で3番目、これはもう仕事しながらっていう部分ですけども、要は下働きでしょね、法務助手、要は見習いみたいなもんじゃないですか。そういうのをね、一生懸命ね、コツコツ続けるタイプには全然見えないんですよね。まあ以上3点から、まあ細かく見ていけばもっといろいろあると思いますけども、この3つだけでもね、まあ2月の受験は大失敗でしょう。で、6月、まあ6月だっけ結果出るのね、確か。まあ解雇はね、もう既定路線なんだと思いますよ。だから2月ね、そもそもこの試験もね、なんだかんだ理由つけて受けずにそのまま帰国するんじゃないですか。だからこそ2月から10月までね、あの渋谷邸押さえてあるんじゃないの？さあ、弁護士プラン、弁護士ルートがこれでポシャりましたよと。さあ、次は何のね、どういうね、ストーリーでね、小室ロイヤルゴールドディガーさんのね、ストーリーをどういう風に作っていくつもりなのかな。なんか次のね、作戦というか目論見というか目標ってなんかあるんでしょうかね。もう一回アナウンサーにチャレンジとするとか、それもアナウンサープロの人に失礼ですもんね。ただまあ、あくまでもこのね、僕の考えなんかはさ、ね、我々一般日本国民、基準っていうか、一般の日本国国民のこの常識、普通をベースに言ってるんで、そこをね、この踏み越えることができるロイヤルチートっていうのを考えると、ね、あるいは、まあ、例えばさ、この勤務先がね、この結婚相手に忖度して、だからロイヤル忖度ですよ。まあ、休暇が長くもらえることなんかを考えればさ、仮に来年資格がなくてもね、勤務可能、まあ、つまりビザ延長路線、これはあると思うんですよ。まあ、いかんせん、あのね、小室夫妻の場合さ、留学から結婚まで、これ、我々一般の普通のさ、一般人と、いろいろとこの段取りも流れも全然違うじゃないですか。まあ政府がね、優しく絡んでくれる環境って言えば大体わかりますよね。あらゆる正論がね、この国内海外ともに通じない。もう実際通じないわけじゃないですか。常識の外にいる人たちですからね。って考えると、一応大半がね、合格路線と、まあ踏んでる、踏めなくもないんですけども。ね、たとえ、ね、僕はもう不合格で、不合格ルートで来ると思うんですけどね。たとえ不合格だろうとね、確信とか予測をしようがね、まあ僕みたいなね、一般人がそうじゃねえかとね、どんだけ異様、なんかこう、不合格を予測してたとしてもね、まあ日本政府含めね、このなんかこのゴールドディガーさん、ね、小室夫妻が困んないように何かしらね、このロイヤル職業斡旋からのって、あると思うんですよね。だからそこまで込みで、いや、弁護士とかなりたかったわけじゃねえんだわ、みたいな。多分そういうルートじゃねえのかなと思うんですけどもね。さ、もうね、とっとと弁護士ルートは諦めて、ね、次のルートをさ、まあ、模索してるというか、もう多分そこがまず決まっていて、ね、規定路線だと思うんだけどな。じゃなかったらほら、ね、渋谷邸押さえたりしないでしょう、もうすでに。まあいいんじゃないですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。